ということで新約食替え歌で紹介します。ということでアモアスやっていきやしょう。メンバーはこんな感じ。新しく塩レモンさんが入ったな。塩レモンさんはマリカーを投稿してるゆっくり実況者だね。じゃあ早速インポスター特定していきますか。役職は科学者だな。生存確認がどこでもできるやつだね。で今回科学者とエンジニアがいる確率は 50% だよ。じゃあ絶対ゲームにいるわけではないんだな。そういうことだよマリサ。そしてここでプラズマさんの緊急会議。いきなり緊急会議をしてどうしたのプラズマさん。やっぱり最初に役職を使用した方がいいと思うんだよ。確かに白確定を作れるかもしれないしな。あれなんかライベータさん弁当入ってたような。自分みんなの前でエンジニアアピしておきました。エンジニアがいるかもしれないのにアピールするってことは本物っぽいね。確かにインポスターじゃなさそう。でもライベータさんかプラズマさんどっちかがインポスターってことにならない。どういうこと。だって僕も同じことしようと思って真っ先に向かったんですけど、プラズマさんボタン押すの早すぎません。弁当入ったとしか思えないですよ。でもプラズマさん徒歩で向かってましたよ。徒歩で向かってた。じゃあ僕のミスですね。怪しい。いや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 、近くのタスクやって速攻向かったのに先をされたから。タスクとかせずに真っ先にボタンに向かったからね。あ、なるほど。てか他役職使用あります？あ、私科学者だよ。科学者なんだよ。なんで2回言ったの？じゃあ対抗とかあります？対抗いない感じだね。でもテトさんはあくまで自己申告なので白確にはできないですね。まあエンジニアと違って証明できないしな。だからこれから先いい感じに心電図の発言をしてくれるかで信用しましょう。うわ6つ。じゃあここはスキップしときますか。ちゃんとバイタル見て科学者証明しないと。白角取れたら強いしな。あーもうこのタスクしてる間も誰かやられてないか確認したい。いやタスク中ぐらいはいいだろ。もう極論タスクしないでいいかな。ちゃんとタスクはしろ。でも定期的に生存確認してやられてたらボタンにダッシュは心がけたいね。そうだな、そしたら信じてくれるだろ。今原子炉のサボタージュ来たので止めに向かってます。ちゃんと団体で行動しつつ向かってるのはいいな。まあ何回も一人行動でやられてたからね。ってなんか私二人いるんだけど。霊夢が二人。これ聖騎士ターか。マジで誰なのこれ。てかなんで誰も原子炉止めないの。いやお前が向かえばいい話だろ。それもそうか。よしこれでサボタージュは止めたけど、変身には制限時間あるから後追って解けるの待ちたいな。そうだね。でもキルされたら怖いし距離を取りつつ監視しよう。お今日お前冷静だぞ。除染室で閉じ込められるのはまずい。待って銀さんが偽物の私と二人っきりに。銀さーん。ここでライベータさんが銀さんの死体を発見。見ちゃった見ちゃった見ちゃった。変身解けてましたよライベータさん。しかもこれ初手の弁当と矛盾はしてませんね。なんか原子炉止めに行ったら私が二人いたもん。いましたね。ライベータさんはどこいたの？僕は原子炉なかなか止まらないからロッカールームから除染室向かったら銀さんがやられてました。除染室で解除解けるの見たんですよ。除染室でテトさんのとこの霊夢が銀さんキルしてて、でもテトさんのとこの霊夢は二人。そう考えると自分目線猿さんなんですよね。いや違うよ。原子炉止めに行った時も M さんと猿さんと向かってたし。向かってましたね。てかシェイプが私に化けててそこに猿さんいたから猿さんは化けてないよ。確かに。じゃあ原子炉にいなかった人が化けてたってこと。でこれを見てほしいんだけど、ほとんどの人が原子炉にいたんだよ。ここにいなかったのはライベータさんとプラズマさんですか？だからここは猿さん信じてライベータさん釣りだと思うよ。それで行きますか。待って待って待って。うわぁ。よしこれで私が白と証明できたんじゃなかろうか。まあインポスター同士で化けてても意味ないしな。てかライベータさんすごいな。エンジニアいないことにかけてしょっぱなから弁当入ってたしな。じゃあしっかり証言してくれたし猿さんと一緒に行動したいな。まあ猿さんはさすがに白かな。でもマリサ猿さんは信用できないよ。前回完全に白と思い込んでて黒だったから。もう今ボタン押して猿さん釣っちゃう？それはおバカ。じゃあバイタル見つつタスクやっていきますか。待ってなんかバイタル見れなくなったんだけど。バイタル見れなくなった？何々科学者はバイタルを見すぎると充電が切れる。え、充電切れるの？じゃあもう見れないってこと？そんなのやだよ。私パンピーになっちゃったじゃん。でもタスクしたらまた見れるようになるらしいぞ。なんだ、お前がタスクしてないのバレただけじゃねえか。なかなかインポスターに動きないな。キルも起きてないしな。ここで M さんの緊急会議。完全な硬直状態でしたね。たまには押してみようかなってことで押してみました。いやどういう感じで押してんだ。タスクどんな感じですか？終わりましたよ。私も終わりました。僕ももうすぐ終わりますね。あともうちょっとですね。私もあと2つだよ。自分結構残ってます。なるほど。僕ちょっと怪しいと思ったことがあって、アドミン見てたんですけど研究室からオフィスまでぶっ飛んできた人いるんですよね。私も見た。多分距離的にカフェテリアいたのが M さんで。まあ緊急会議ボタン押したし。最後プラズマさんどっから来たんですか？左下から管理室側行きました。塩レモンさんはどこに？保管庫でタスクしてました。保管庫？ M さん見ました？いや見てないですね。若干怪しいなそれ。あと多分プラズマさん白い気がしますけどね。そうですよね。原子炉止めるの早いし、若干塩レモンさんが怪しいな。まあタスク勝ち狙えそうだしスキップでいいんじゃない？そうだね。停電が起きたので猿さんと M さんと止めに向かってるよ。ちょっと今バイタル確認した方が良くないか？そうだね。で、鬼嫁さんやられてる。ここは停電を猿さんに任せて会議ボタン押しに行きます。急げー。早くボタン押しに行かないと、犯人が死体の前から離れちゃう。ここで猿さんが鬼嫁さんの死体発見。
アドミンで鬼嫁さんがやられてました。やられてましたね。私も鬼嫁さんがやられてるのバイタルで気づいてボタン押しに行こうとしたよ。皆さんどこにいました？僕と M さんとテトさんのとこのレイムはオフ吸いましたけど。だからシオレモンさんかプラズマさんの2択なんですよね。私音質でタスクやってました。私は通信室でログずっと見てました。通信室って何が見れるっけ？逆は意地のとこにセンサーがあって誰かが通るとわかるんですよ。たまに緑に光るのそれか。そうですね。で電灯使ってるとログが不自然なんですよ。あーなるほど。今回だったらシオレモンさん最後北にいたんで、これでカフェテリアにいたとか言うと矛盾してくるんですよ。これは白っぽい。あとオフィスにいる鬼嫁さんをやれるのシオレモンさんぐらいしか。まあ怪しいのはシオレモンさんかプラズマさん。じゃあどっちか釣っていいんじゃない？ライベータさんが釣れてるから4人残ってれば大丈夫でしょ。そうですね、両方釣って良さそう。けど私最後すれ違いましたよ。音質から止めに行こうとしたら3人固まっていましたよね。じゃあなんで管理室に死体があったのに通報しないんです？見えなかっただけですよ。てか停電起こってて3人目視するの厳しいと思うんだけど。確かに言ってもちょっと距離をきつつ停電止めに向かいましたからね。これシオレモンさんだ。待って待って話を聞いてって。うわぁ。よっしゃー。まあ、楽勝でしたね。お前結構沼プしてたけどな。マリサシー、勝てればいいんですよ、勝てれば。それが本音かよ。ということで今回は短めですがここまでにします。出し点もあるから見てみてくれよな。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。